ポルトガル王国は、現在のポルトガルにあたる地域に、1139年から1910年まで存在した王国。1129年、ポルトゥカーレ・ハク・アフォンソ1世が、ポルトゥカーレ皇を名乗り、カスティーリャ王国より、独立、1139年より王将した。国土回復運動によって、勢力を拡大した。1242年、三種二世は、 アルガルベ地方を征服して、アルガルベ王国を建国し、それ以降のポルトガル王は、アルガルベ王を兼ねるようになった。1383年、フェルナンド一世が死しなく没すると、フェルナンド一世の娘で、カスティーリャ王国の王妃であったベアトリスが王位を請求し、フェルナンド一世の所定であるジョアンと争った。ジョアンは、カスティーリャ王国軍を退け、ジョアン一世として即位した。 大航海時代において、スペイン王国と共に活躍し、アフリカ・アジア、南米に広大な植民地を領有した。エンリケ王子が死去する1460年までに、ポルトガルは遠洋航海に耐える船を改良して、ヨーロッパ最先端の海洋開発国に成長した。ジョアン2世の治世下の1488年には、バルトルメ・ウディアスが希望ボム海に成功し、 故障の地インドへの道が開けた。1580年、エンリケ1世が死死なく死去すると、スペイン王フェリペ2世がリスボンを占拠し、ポルトガル王に即位した。ポルトガルはスペインに併合こそされなかったものの、1581年から1640年の期間、スペイン王がポルトガル王を兼ねる同訓連合の状態にあった。しかし、 スペインに対するポルトガル貴族の反発は根強く、1640年のポルトガル王政復古戦争によって、同君連合は解消され、アビス町の分家であるブラガンサ家のジョアン4世が新たな王となった。1808年にはナポレオン戦争から逃れ、最大の植民地ブラジルに宮廷を移した。1821年に宮廷は本国に復帰したが、 ブラジル帝国の独立を許すこととなった。1828年には大継承をめぐってポルトガル内戦が勃発し、1834年まで続いた。以降も内政の混乱が続いて共和主義者が台頭し、1910年の共和制革命によって王国は消滅した。ABE 図説ブラジルの歴史。カワ川で処防新者。ありがとうございます。